これどんな曲かっていうのは口で説明できるお前ら。ね、2曲入ってるんですけど、ハッピープレイスは、タフの公式テーマソングにもなっているくらいで、うんうん、タフの一番最初のステージをやらせてもらえるんですけど、うん、なんかそれにふさわしく、一日の始まりとかに聴いてもらったらガツンとテンションが上がるような、うんうん、とっても明るくって、とっても元気な曲です。一年目か。そうだ。一年目か。なるほど、なるほど。カップリングの方はこれ、じゃあ北村さんに説明してください。はい、カップリングの方はですね、うん、まあ私たち先ほど説明しましたけども、うん、この、作品が、魔法使いは有識乙女という作品があるんですけども、はいはいはい、この作品にの、まあイメージというか、まあ主題歌的な、ところで忘れないという、タイトルなんですが、はいはいはい、タイトル、ハッピープレイスよりもですね、落ち着いて、うん、まあちょっとミディアムバラードチックな、曲調になってまして、歌える二人でいらっしゃるから、でしかもですよ、ね、あのいつも本当にこう可愛らしい、はい、超可愛い口が そうで、ちょっとネタに走っちゃってね。特にこの数年、ほんと可愛い。超可愛い。昔ちょっとふざけたところありましたけど。それは言ってない。それは私言ってない。おかしい。まあまあ、うち違った時かな。まあ、モンペとか履いてたね、ゆかしいのね。モンペは未だに、昨日履いてるけど。